山薫、今季絶望濃厚、現地ファンは悲嘆、彼のプレイが大好きなのに残念だ。ブライトンの公式サイトによれば、この一戦の前日会見で、ロベルト・デ・ゼルビが三笘の怪我の状態に言及、腰の怪我のせいでエバートン戦に出場できなかった、これは重要な問題だ、あとに3ヶ月はかかり、シーズンは終わったと思う、と発言した。今シーズン絶望が濃厚となり、現地のファンからは、彼のプレイが大好きなのに残念だ、彼がプレイできないのはがっかり、早く復帰してくれるのを願う、戻ってきたばかりなのに、なんて悲しいニュースだ、早く戻ってきてくれ、といった声が上がっている。絶対あのタックル影響してるだろ。しかも出過ぎなんだよね、他の選手は途中交代するのに三笘は最後までフル出場。いつこうなっても不思議じゃなかった。もともと腰痛を患ってたところにあんな悪質なタックルを不意打ちで食らったら悪化するに決まってる。悪質なファールに対してはレッドカード以上に罰がなければ危険なプレイはなくならない。やったもん勝ちがまかり通っていいのか。悪質なプレイに対するペナルティが見合っていない。悪質なものは3ヶ月出場禁止などのルールを策定してはどうか。前向きに考えて、怪我を治すいい機会だと割り切るしかない。日本の宝だから、元々のプレイを取り戻すことに専念してほしい。ボールが来ただけでもワクワクさせてくれる稀有な選手、長く見たいので完全体になって復帰してほしい。いつになったら仲間と伊藤の並びが揃うのか。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。